身長ビヨーン、医師学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日はですね、まあ超大人気シリーズの身長先生に聞けのシリーズの7番目ですね、パート7をさせていただきたいと思います。皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひですね、コメント欄の方に記載お願いします。そちらの方がですね、ピックアップして質問にですね、答えていきたいと思います。それでですね、本日の質問内容についてシェアしていきたいと思います。まず M さん、普通に病院で採血するとA状態で分かるのか。次 S さんで、手や足の大きさは身長と比例するのか。3番目が T さん、親が高身長なのに遺伝しなかった場合どのようなことが考えられるのかとか。 J さん、まあ、親の身長が遺伝しなかったり兄弟で身長差が出てしまう原因ね。次 I さんですね、まあ、同じような感じで今回ね、特にね、この親が高いのに子供がね身長低いパターンってことで力を与えてくださいってことですね。あとは病院で骨端線が閉じてきてと言われたんですが、まだ身長伸びると言われたんですが、どのくらい見込めるかってことですね。あとですね、 Y さん、膝軟骨を触るとまだ身長伸びるというのは本当なのかってところですね。この質問について答えていきたいと思います。まずは最初ですね、これはですね、コミュニティの方で私がですね、採血は皆さんですねしていただいて、今ですねご自身の栄養状態を見て足りないものがあればですね、ある程度補充してあげるというようなですね考え方は悪くないんじゃないかって問いかけをさせていただいたところ、こういったコメントをいただきました。ということで、普通に病院で採血すると栄養状態って分かるのかってことなんですけど、結論から言うと分からないっていう表現が正しいかな。具体的に言うとですね、採血はですね、まあ、どこの病院でも大体できます。お医者さんがですねオーダーを立ててくれればできるんですけど、正直言ってただ栄養状態見たいからって言って採血をしてくれるかっていうと、いわゆる保険診療の範疇だとはしてくれないと思います。保険診療はあくまで病気をね治すためのものですので、病的に栄養が足りないのであれば別ですけども、身長伸ばす目的プラスアルファで伸ばしたいっていう意味で採血をして栄養状態を見てくれることはないと思いますので、自費診療というような形でのみ分かるような可能性があると思います。ただし身長ですね、専門としている先生はですね、まあ、非常に少ないですので、まあ、なかなかそういった病院に巡り合うのは難しいのではないでしょうか。当院であればできます。はい、次です。 S さん、手や足の大きさは身長に比例しますかとかですけど、比例ってね、確実に2倍だったら2倍、3倍だったら3倍っていうのは比例って言うんだけど、それはないと思うね。ただし相関関係はある程度あると思う。相関関係っていうのはある程度比例関係はあると思うというような表現になってきます。大人と子供でどっちの方が手が大きいですかって質問したね、当然なんですけど大人の方が手大きいです。同じように質問します。大人と子供どちらの方が身長は高いですか。そうすると、まあ、大人の方が、ね、身長当然高いってことが分かりますので、例えば NBA 選手の手がですね非常に大きいとかですね、バスケットシューズの、ね、サイズがすごく大きいとか、そういった話で、ね、見るわけですけども、そういったことからもですね、手や足の大きさが身長とある程度相関があることは、まあ、ほぼ間違いないと思います。次ですね、ここ3つねまとめて質問に答えちゃおうかな。親が身長が高いのに子供の身長が低い場合ね、まず1人目の T さんの質問は、親が高身長に遺伝しなかった場合どのようなことが考えられるのか。また遺伝が身長の7、8割を占めると聞いたことがあるのか。この場合上の例に当てはまらないと思うんですが、どのような影響が考えられるのか。次 J さん、親の身長が遺伝しなかった兄弟の差が出てしまう原因。そして最後はね、親父が195なのに今で168なんだよってことで、まあ、ここね、ご両親が身長が高いのにお子様ですね身長が低いパターンについて、まあ、説明させてください。これはですね逆のこともしかりです。お父様お母さんの身長低いのに子供がですね身長が高いパターンもあります。それらをですね、まあ、統計学的に慣らしていくと、ある一定の割合ですごくねちょっと難しいね話をするので、ちょっとこれなかなか、ね、理解するの難しいと思うんですけど、すごく大きな母集団の中で考えた時には身長の遺伝率はほぼ 100% です。これどういうことかっていうと、日本人の平均身長は今年も来年も再来年もほとんど同じなんですね。それはどういうことを意味してるかというと、確実に遺伝してるからなんですね。だから大きな母集団の中でほぼ 100% 遺伝します。その中で個人個人を見るとかなり差があって、ご両親が高いのに低いパターン、ご両親が低いのに高いパターンというのが存在します。それどういった原因でねそういったのがなるかっていうのはものすごく難しくて、正直言うとわからない。一方で、まあ、いくつか考えられる点としては、何かですねそういった身長を伸ばす要因ってたくさんあるわけですね。何かいろんな要因 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってあったら、そのうちのある要因1個だけが何か欠乏しているっていうような可能性はあると思います。それをですね発見することもできない場合もあれば、できる場合もあると思います。例えばですけども、成長ホルモンの分泌がですねすごく弱い、もしくはですね何かある特定の栄養素が非常に欠乏しているとか、あとはですね思春期の症状が非常に早く発現してしまうとかですね、そういったことによって身長の伸びが非常に悪くなってしまうというようなケースは考えられると思いますので、検査してみるといいのではないかと思います。もちろんただ検査したから全部がね全部分かるというものではないんですけどもね。はい、 I さんね、俺に力を与えてくださいということで、この画面からね力を送りたいと思います。
身長ビヨーン、はい、いかがでしょうか。ぜひ伸ばしてください。次 M さんで、病院で骨端線が閉じてきていると言われました。まだ身長伸びると言われたんですが、どのくらい見込めるのですかねってことですね。これもね、前回のパート6もかなり似たような内容答えたかなと思うんですけど、16歳0ヶ月から最終身長まではですね、だいたい2センチ程度伸びるというふうに言われています。で、16歳0ヶ月の時点で手のレントゲンで見た時にほとんどですね、骨端線が閉じているような状況になります。閉じかけっていうような表現であれば、2から3センチぐらい身長伸びるというふうに見込めるのではないでしょうか。はい、次ですね。Y さん、膝の軟骨を触るとまだ身長伸びるというのは本当なんでしょうかってことなんだけど、これね、すごいね、実は大きい勘違いしてます。軟骨っていうのは触れませんね。外から軟骨を触ることはできませんので、軟骨自体が触れないっていうような結論になります。あとはですね、膝を触ると身長伸びるとか、そういったことはちょっとね、かなり考えにくいかなと思います。そういったような広告が打たれているような何か商品というかパッケージがあればですね、かなり疑った目で見るといいと思います。はい。今日も精神中に関することを配信していきました。いかがだったでしょうか。今後も精神中に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。